はい、どうもデザイナーの本部匠です。で、同一性ということで、まあ、病気としてね、まあ、同一的な動きとか同一的な発言範囲内ならいいですよ。あなたまた同じ冗談言ってるけどって本人汗かいてるみたいな、冷や汗、同じ冗談って言われたらどうしようっていう不安ですよね。で、それは別に構わないんですよ。ただし同じ動きの中でも破壊活動とかね、その畜生だとかバカ野郎みたいなことずっと言ってるとちょっとおかしいってことになります。じゃあ病院で治療を受けた方がいいです。人を殴ることをやめないやつとか、刃物振りましたのと警察からね、取り押さえに入らなければならないってことなんですけど、で、同一性という言い方で、ね、私がそのブログによく書いてたんですけど、同一性というのはよく性同一障害って言い方ありますけど、自分は本当は男なのに女だと信じ込んでいる、その同一性っていうんですか、自分は女だと信じ込んでいるっていう、まあ、病気といえば病気ですし、かといってその人は男と付き合ったりするわけもなく、まあ政府なラインでそれを LGBT とは言うんですけど、でも本当にその異性じゃなくて同性を求めたりすると同性愛障害っていう風になりますんでダメです。まあ、ここではですね、マイノリティの話ではなくて、同一性ということでですね、例えばアイデンティティでね、仕事でこんな衣装をしてますけど家では普通のパパですとか家では普通のおかんですよって言ったら、その人はその同一性障害ではないです。仕事の格好してて、まあ、化粧もさせられて店員やってるんでみたいなことだったらね、それは障害で、まあ、ここでいう同一性とは、人は同じ味とか色とかあと形ですねを求めているのかっていう私の疑問なんですよ。昔ね、まあ、アウディとかシャネルとかロレックスというのは人は同じものを求めていたと思うんです。ベンツとかで、そのベンツというブランドの同一性でその人は何かになったような気分になったんです。自分はベンツを持っているっていうことでまるでベンツと同じかのような、それをブランド同一性って言いますかね。で、まあユニクロとかに私言うんですけど、ユニクロは決してそうあってはならないですので、社名をね洋服にデザインしてはならないっていう、控えめに裏側にユニクロと書いてあります。まあ、マクドナルドの文字を消したとかですね。って言いますのも、その社会的に言うとね、協業他業いろいろあるんですけど、まあ競合もあるんですけど、例えばそのおっさんがね、いや俺の作った飯だ食えよ、俺が作ったんだ絶対うめえから、疲れますよね。俺のロレックスが、そんな話聞きたくないし、シャネルっていうのは私がつけてると聞きたくないんですよ。そういうのシャネルとの同一性とか必要ないと思うんですよ。でね、その同一性という中でそのブランド企業名じゃなかったら、まあ味とか色とか形っていうのは、まあダイバーシティとかね、ダイバーシティというのは多種多様性といいまして、
まあ、従業員さんに男も女もいるし、若い人も中年の人も年配の人もいるし、まあ、外国人もいるしとかね、っていう含めてあのダイバーシティ多種多様性っていうんですけど、まあそのまあロングテール理論の中のロングテールというのはね、こういう構造になっていて、まあ、このトップブランドとかあるかと思ったら、ここにね中小企業さんがいっぱいいるんです。でも中小企業さんの部品がないとトップブランドが成り立たないって言い方もあるんですけど、お客さんにとってみればただ安いだけじゃなくてね、味とか色とか形こんなのがいい。例えばその NGK でね、はじめまして、僕あの高校上がったばっかりなんですけど、芸風新しいのチャレンジします、聞いてください、この T シャツでだからって言われるんですけど、あの T シャツの買いがなくてこれしかなかったんです、ディレクターさんお給料欲しいですみたいな、あの人かわいい、絶対いいと思うとかね、またブランドの話かよ、なんか別話しないのかよ、お前は、いや俺あの高いとこの店とか苦手、あ俺もそう、でどこで買ったのその時、これですね実は中古になるんですけど、調べてみたらイタリアの古いとこで、ね、まだ動くのそれ、へえ、メジャーじゃないけど、はい、最近の若い人たちは知らないかもしれないですね。へえ、スイスじゃないの、いやイタリアらしいんですよ、どこで、いやとある中古店で、多分店員さん知らなかったと思うんですよ、それで1000円で買ったんです、そうなの、電池交換して、はい、でこの前ネット記事見てみたら、イタリアの方では日本の価格で10万円するって言ってるんですけど、まあ、すごいじゃんそれで、あんまり写真撮ったりしないようにしてるんですけど、へえ、大手のスーパーで買ってきた野菜よ、いいよ別に安い野菜でも、ちょっとあれ車止めて、なんだよ大手のスーパーが嫌だったじゃん、そうだな、見て、あと100円交換コーナー、500円、500円やるからお袋買ってこい、そっちの野菜の方がいいよとかね、お客様は何を求めているかっていうと、大手銀行ではないんですよ、それを掘り出し物っていうの、掘り出し物っていうのは、まさかそんなとこ掘ってもあるわけないだろう、いや僕には勘がする、おお何が出てきたお前、コカ・コーラの缶からだろう、でも面白かったぞお前、まさかこんなコカ・コーラの空き缶が出てくるとは誰も言わねえんだよ兄貴、誰も言わねえよ、中身入ってねえじゃねえかよでもこれはあの世界でたった一つのって意味じゃないんです、それって購入者にとってストーリーがあると思うんですよ、物語、牛丼のうどんって美味しいね、そうあそこのうどんいつも同じ味じゃん、いや僕いつも同じ味がよくて、あちょっと喋るな仕事中に、俺天ぷらにこだわるね、うどんより、へえ、天ぷら
天ぷらのかき揚げって結構作るの難しい。そうなの？というのがね、消費者の物語なんですよ。シャネルというブランドは1900年にこのように世界展開しまして、まあそのうちシャネルと関係ないしっていうのか。でその消費者の物語っていうところでね、物語性のあるネットショップ、まあ、ネトショっていうんですかね、ネトショが必要かと思ったんです。で有名なね漫画の冒頭にあるかと思うんですけど、俺このハット通販で買ったんだけど、あの電車に乗ってるのがちょっと寂しいな俺が嫌なんです。その脱同一性、ポスト同一性、逆にポスト独占っていうんですか、ある意味ポスト独裁っていうんですか、それはユーザーさんにとって面白ければいいと思います。なので私はその大企業に上がったという弊社の場合、あえて社名を消すようなことをします。もっと中小さんに見習ってって